春から高校2年生になるものです。僕は貯金が趣味みたいに、趣味兼特技みたいなもので、物心ついた頃から、お金を集めるようなことをしたり、ちょっとしたビジネスで投資などをして、資産が200万円出しました。すごい！すごい高校2年生で。はい。大悟さんならこれをこれを投資、どのように投資運用しますか？ 200 万円って結構な数字なんで、で、僕がそれ持って、てるとしたら、でもね、やっぱり株式投資がいいと思う、最初は。まあ、今はちょっと下がってるから、買いっていう人もいれば、いや、危ないっていう人もいるんですけれども、やっぱね、高校生の時から始めて、大人とか、他の人と同じレベルで戦えるものって少ないんですよ。例えば自分でベンチャーのビジネスをするとか、アイデアがあって会社をしたいんだったら、200万っていうのは十分な金額だと思うんで、そこから始めてもいいんだけど、自分にアイデアがないんだったら、アイデアがある人とか、先を読んでする、投資するって勉強した方がいいと思うので、僕だったらその200万円を使って投資やりますね。で、これも投資の仕方がありまして、例えば200万円を一気に特定の企業に投資するってのは、これはもったいないので、僕だったら5万円ずつ毎月、投資します。いくつかの企業に。まあ、多くても5社から10社ぐらいに留めておいた方がいいですけど、やっぱり自分が5万円投下すると追うじゃないですか。で、追うと何が起きるかっていうと、まあ、特定の株価の動きっていうのが、どれぐらいいいかってことは別として、それとは別に、やっぱり、あ、経済ってこう動くのねとか、社会ってこういうふうに人が動くのねってことが見えてくるので、で、そういう高校生の状況で世の中の流れを知るってことはあんまりないので、ただ、いっぺんに投資するとアップダウンが激しいので、だから、例えば10個とか20個とかに分けて、会社1社ずつにですね、投資するとかってことをして、世の中を見るための勉強台に使ってもいいと思う。で、よく投資って言うとギャンブルとかいう人いるんですけど、いきなりゼロになってきゃしないんで、特に今下がってますから、最高の遊びをすると思ってやっていただけるというもので、で、失敗しても全然取り返せるんで、大学とかに入ったら。てかむしろ失敗してお金がなくなっても、お金がなくなるってことは失敗するってことだから、失敗するってことは経験が手に入るってことだから、で、この経験したものが200万円以上の経験だったらいいわけです。社会人になって失う200万っていうのは、生かすまでに時間かかるけど、高校生の時に失った200万は、大学生大人になることは余裕で回収できるから、ぜひやってみてください。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。